さあ選手が入場してきます。両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより挑戦者タワマス節夫選手の入場です。チャレンジャー元日本バンタム級チャンピオンタワマス節夫です。トップアマチュアからプロデビュー5戦目で日本王者になったタワマス。2年前交通事故に遭いまして首や背中などを痛めながら結局5度にわたってタイトルを守りました。しかし後遺症の治療専念のためタイトルを返上して21ヶ月の大きなブランクを作りました。今年6月にやっと復帰して3ラウンド TKO で勝利を収めて復活をアピールです。最悪の状態よりは体が動くようになったというタワマスのコメントですが、復帰2戦目で大きな試合になりました。東京での大親友歌手の舞雄一さんが歌います。門出に合わせての登場になりました。早くから世界もささやかれていました。テクニックとパンチ力を持っています。事故の後遺症がなくなったと言ったら嘘になるんですが、会長もまだまだ本来の動きではないと言います。しかし年齢的にももう遠回りはできません。先々月30歳になりました。今日東洋太平洋を取ってさらに上へ行きたい。この曲のように素晴らしい門出に今日の試合をしたい。 OPBF 東洋太平洋バンタム級5位です。タワマス節夫、トップロープを乗り越えてリングに上がりました。続きまして、赤コーナーよりチャンピオンチェス・パーカー選手の入場です。さあチャンピオンの登場です。今年の5月9日ここ後楽園ホールで見事チャンピオンベルトを手に入れました。フィリピンのジェシー・マカです。今日が初防衛戦になります。前チャンピオンはトロエル宝石ジムの中村雅彦。マカは序盤に取り、さらに中盤再び盛り返して2対0の判定で勝利を収めて3度目の正直でやっと OPBF の王者になりました。やっと手に入れた OPBF のチャンピオンベルトです。たった4ヶ月で渡すわけにはいきません。チャンピオンジェス・マカリングに上りました。ただいまより本日のメインイベント東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー118パウンドフィリピン東洋太平洋バンタム級チャンピオンここまで52戦33勝16 KO 16敗3分けです。 KO 負けも少なくしぶといという印象のチャンピオンです。KO 負けはありません。 KO 率は5割5分です。同じく大国ウクリッド・サラサスレフェリーフィリピンカルロス・パディリャ。ジャッジは2人、レフェリーはフィリピンのカルロス・パディリャです。両者を中央に呼びました。試合前の最後の注意です。身長はカワマスの方が3センチほど上回っております。しかし位置はどうでしょう。マカ身長の割にはかなりリーチがあるような印象です。さあ両親が分かりました。 OPBF 東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ、カワマスは初のチャレンジです。さあ第1ラウンドリングがなりました。まずはボディを狙ってきましたマカです。さあ最初からかなり強引な感じでいっているカワマスです。カワマス、おっとまた左をついて前に出ていきました。本人は序盤はペースの争いちょっと伺う感じになるかもしれないと話していましたが、かなりお互いに積極的にいきましたね。まあそうですね、カワマスですけども、はい、やはり前半中盤ね、これも倒すっていうね、やはり意気込みで向かってますよね。まあそれにしても今日のカワマス見ますとですね、はい、久しぶりに僕見たんですけども、なかなかその体ね、締まってますよね。はい、
いい体してます、はい、大橋さんいかがですか、ブランクを作る前と戻ってきた川増比べて。そうですね、やはり今沼田さん言われたように、体つきがね、本当にいい練習してきたなっていう感じの体してますよね、はい。まあ、およそ2年間のブランクがあるんですが、その最中も治療をする傍らしっかりとトレーニングを積んできたという川増です。今年の6月に復帰しました。その時は3ラウンド TKO 見事な復活を果たしました。まあ、ただその時は会長に言わせるとまだまだかなというコメントも出てきたんですが、復帰から2戦目がこの大きな東洋太平洋のタイトルマッチです。川増、奥間さん、はい、米倉会長はね、今日はとにかくまず左を当てていって自分のペースで試合をすること、はい、まず左でプレッシャーを与えること、はい、これをまず最初のアドバイスとして与えてますね、はい。さあボディから顔面にパンチを返していきました川増です。一方マカもかなり手が出ます。左をうまく当ててきます。まあ、ね、はい、まあ、マカのその得意なパンチやその右のカウンターですね、はい、まあ、それほどその威力はないんですけども、いいタイミングでその打ちますから、はい、やはりその川増も左ガードはしっかりしなきゃいけないでしょうね、はい。大熊さん、はい、その赤コーナーなんですが、やはりですね、川増選手の強力なパンチ力、特にストレートとアッパーに警戒しているようですね、はい。ただ展開としては序盤からどんどん前に行ってスタミナが切れるまで前に出ろという指示出てますね、はい。おっと川増ちょっと左が大振りになりました。まあ、それとマーカーですけど、はい、その川増のね、過去のやった試合ですか、はい、まあ、なんとかその見てですね、相当そのプレッシャーかかったっていうような話は聞いてるんですけどね。あ、そうですか、まあ、それなりにその研究はしてきてると思いますよね、はい。さあ左左とついて前に、おっと川増の右です。いい形。川増は最初からかなり力の入ったパンチを打ってきます。おっと逆にマカの右、右と持ってきました。さあお互いにいいパンチが出ます。第1ラウンド、今年の5月9日にここ後楽園ホールで OPBF のベルトを取りました。まあ、その時中村と戦ったんですが、序盤ペースを掴んでさらに終盤にも盛り返して判定勝ち、非常にペースを取るのがうまいという印象だと川増は話しておりましたが、第1ラウンドが終了しました。第1ラウンド放送席はお二人とも10対10イーブンでスタートしました。第1ラウンドはお互いにいい形でパンチが出ました。右から今度は右アッパーと攻めていった川増、逆にマカも右を持ってきました。まあ、そうですね、一発パンチ力はその川増の方があるんですけども、はい、決してマカの方もその打ち負けしなかったですよね。そうですね、さあ第2ラウンドが始まります。大橋さん、はい、第1ラウンドの両者の動き予想通りという感じですか。まあ、そうですね、川増がこの積極的に、ね、攻めていったんですけど、はい、そこをうまくマカがね、はい、うまくディフェンスをして、そして、まあ、川増がちょっと気を抜いたところにね、いいタイミングのワンチを打ってきました、はい。あのパンチをね、川増気をつけたいですね、はい。さあまた川増右を伸ばしますが、ちょっと距離がありました。それでも前に出ていく。しかしマカもしっかりと手数が出ます。さあちょっと今マカの方に注意が与えられましたが、顔面からボディへと左を持っていきました。マカ逆に左左とついていきます。川増、やはりここで見てましてもパンチ力という意味では川増の方がありそうな感じですね。まあそうですね、ただマカも今この右のカウンターを打ったんですけども、はい、それなりにやはりそのテクニックね、うん、決してその川増に負けないだけのテクニック持ってますから、はい。まあ、何せここまで52戦ですからね、十分のキャリアを持っています。プロのキャリアで言えば川増の十分上を行くというキャリアです。とにかくフィリピンのフライ級チャンピオンになりまして、その後フィリピンバンタム級のチャンピオンになりました。一度です、ね、はい、敗れたんですが再びフィリピンのバンタム級チャンピオンになっています。その間に2度 OPBF のタイトルにも挑戦しているというキャリアの持ち主、ジェス・マカ。おっと離れ際川松右を持っていきますが当たりません。まあ、川松もね、はい、あの1ラウンド目あのお話したんですけど、はい、体引き締まってるんですけど、ええ、そのパンチ力ですね、スピードはあります、はい、しかしそのパンチにキレはないですね、見てますと。キレがないですか、まあ、以前のようなそのパンチのキレはないですね、はい。大熊さん、ええ、米倉会長はねちょっと気負ってるんじゃないかっていうことを言ってましたね。それでまあ、ラウンド間ですがね、はい、青コーナーに戻ってきても椅子に腰掛けないでずっと立ってたんですね。そうでしたね、立ってましたね、かなりですからね、川松の方は気合が入ってちょっと力が入ってるのかもしれないという感じですね、なるほど。
さあマカが左左と持っていきます。それと川松選手が、はい、自分の思った通りにパンチが当たらないんで、その焦りもね多少入ってると思いますね。あ、なるほど、うん、第1ラウンドかなり攻めていった川松ですが、いいパンチも入りました。しかし思うように入らない、少し焦りがあるのか。まあ、マカはね見た目以上にね、はい、このディフェンスの勘ですね、はい、素晴らしいものありますね、はい、今もうまく後ろに下がった後自分のパンチを入れてきました。しかしここは川松もうまくかわしています。さあ川松はボディーボディーと打っていきますが、さあボディーを打つんですがなかなかいい形で入りませんね、まあ、そうですね、はい、右アッパーもちょっと今巻く感じになりました。やはりちょっと焦っている感じも見られますね、まあ、それありますね、川松です。まあ、お互いにね、まあ、これといったらそのパンチは当たってないんですけどもね、はい、まあ、よくは手は出してますよね、さあお互いに左のジャブを突き合います。さあ左から右を持ってきましたジェスマカ、この右がちょっと怖い。まあ、マーカーも攻撃しながらもそのカーマスのパンチはやはりその警戒してますよね、はい、さあペースの取り合いはどうでしょうか。ペースが鍵になると話していましたカーマスですが、第2ラウンドが終了しました。東洋太平洋バンタム級チャンピオン、フィリピンのジェスマカ、今日が初防衛戦です。まあ、少し過去の話になるんですが、あの川島博士を破って WBC のジュニアバンタム級のチャンピオンになりましたジェリー・ペニャロサとも93年に試合をしているんですが、まあ、試合は負けたんですが判定までしっかりともつれ込ませたというしぶといチャンピオンのジェスマカです。まあ、そうですね、はい、もう経験も豊富にありますし、はい、まあ、いろんなね、相手と戦って、うん、まあ、倒されたことないというんですからね、はい、大したもんで、まあ、それだけやはりその勘もいいと思うんですけどね。さあ試合は中盤に入っていきます。川松としてはこの辺りで仕留めていきたいところなんですが、まあ、川松としてはですね、はい、もしかすると左ですね、左フックでも左アッパーでも、はい、いやその打ってもしかすると強引にね、はい、攻めた方がいいような感じますね。第3ラウンドみたいに、そういうことですよ。第4ラウンドはちょっと見た感じもありました。まあ、じっくり見てね戦うと、はいはい、マーカーもやはりそのキャリアありますから、はい、そこそこに頑張りますからね、はい、まあ、ポイント取っていくには大変だと思いますから、うん、こう見てしまうとこうマカの方が先に攻めてうまくポイントを取られるという形にもなるかもしれませんが、大久保さん、はい、赤コーナーマカ本人がですね、相手はですね右を捨てて左で狙ってきてるんじゃないかなという話をしてるそうですね、うん、どうですか大橋さん、そのあたり。そうですね、まあそれが川松の、ね、はい、スタイルなんですかね、うん、はい、もう逆にこのマカ選手も、まあ、破った、横山チャンピオンね、その横山、はい、中村、中村さんと、はい、中村選手、ね、はい、パンチ力だけならね、川松より中村の方が上なんですよね。あ、そうですか、うん、その選手を完封して勝ってますから、はい、やはりマカはこの決定的なパンチっていうのを許さないですね、はい、前チャンピオンは角海老宝石ジムの中村雅彦でしたが、まあ、序盤にこうペースをマカが取って中盤盛り返されたんですが、最後中村の方もスタミナが切れたという感じ、マカもかなり苦しそうではあったんですが、ポイントを取って2対0の判定でチャンピオンになったというマカ、うまさもあります、経験もあります。相手が打ってきた後川松が行きました。まだお互いにこう探り合いという感じのところも見られます。第5ラウンド50秒を切ります。さあ先に左右と入れましたチャンピオンのジェスマカ。本当この今の川松を見てるとこの長いブランクがね少し影響するなという印象を受けますね。どのあたりで感じますか。そうですね、そのやはりパンチの当てるタイミング、まあ、マカのね勘の良さもあるんですけど、はい、このパンチの当てるタイミングというのは少し勘が鈍ってる感じしますね。はい、さあボディ、はい、気持ちとしてはですねまだまだその前世紀の頃とね、はい、同じような感覚で上がってると思いますけど、もちろんしっくりね、こないち感じて戦ってると思いますよ、はい、気持ちと体がね一緒になってないという感じですね。2年前の12月に日本タイトルを返上して治療に専念しました。今年の6月に21ヶ月ぶりにリングに戻ってきました。復帰2戦目がこの大きな試合の川松ですが、どうもなかなかうまくペースが取れません。第5ラウンド終了です。大きな垂れ幕けっぱれ川松と書いてありますが、川松は岩手出身です。さあ
第6ラウンドに入っていきます。どうも表情を見ていてもこう何かうまくいかないなという表情が見られますが、さあ中盤からそして後半に入っていく沼田さんはちょっとスタミナの心配もあるという話でしたが、まあ、本来ですとこの辺りでね仕留めるのが一番と、まあいいんですけどね、ちょっと難しそうですね、なんかね、まあ、ただね、はい、その過去のですね、あの試合を見てますと、はい、だからこの辺りからそのガードが下がってですね、まあ、バラバラのような状態になりますけど、はい、意外と今日ねガードもしっかりしてるし、はい、足腰もしっかりしてますよ。その辺りこうスタミナをうまく使いながらという考えもあるのかもしれません。スタミナの配分を、ね、はい、考えながら戦っているのかもわからないですけども、はい、まあ、カーマスとしてもね自分の思う通りのそのボクシングをさせてくれないことはまず間違いないですよね、はい、大久保さん、はい、やはりその辺りでちょっと焦りを感じているよう で、で会長の方としてはもっと低い位置で腰を落として、で左をポンポンとタイミングのいいパンチを当ててペースをつかむようにということを言ってますね。おっと右の相打ちか、いやマカノが入りましたけどね、カウンターですね、カーマスの右を持っていきましたがカーマスの方は当たりませんでした。ちょっと振りが大きかったですからね、はい、ただマカ選手はその怖さはないですからね、うん、もう少しカーマス強引に攻めていっても大丈夫だと思いますけどね。マカは33勝のうち KO は16です。 KO 率は4割8分。左が当たりました、マカの左です。カーマスはボディです。大橋さんはもう少しボディが欲しいと先ほどおっしゃいました。そうですね、して会長はもう少し左をジャブをついていけという指示も出ているようですが、ボディから攻めていけばこの顔面のパンチがね当たりやすくなると思うんでね、はい、うん、なるほど、どんどんいってもらってますね、はい、どうも上と言っている感じがしますが、左で追っていきましたが、さあ、うん、この後追い切れないという感じ。さあ右が先に当たった、しかし左を返しましたチャンピオンのマカです。このラウンド川松攻めてるんですけどね、はい、このかわされて細かいパンチをね、このお返しでもらってるんですよね、これあの積み重なるとダメージも重なりますから、はい、あのなるべく打たせないようにした方がいいと思いますね。ここまで放送席の採点でもほとんど差が出ていないという戦いです。さあボディ、そして左顔面に持っていって右です。やはり身長の割にはリーチありますかね。あ、思ったよね、はい、ボディから顔面に届かないと思ったら届きましたね。リーチがあるからその分伸びますよね、はい、さあボディです。そして左から右ストレートを持っていきます。ジェスマカです。それほど威力は感じませんが、しかしこのラウンドマカ選手のリズムというか、はい、調子に乗ってきたようなラウンドですね。そうですか、リズムペースがどうもマカか大丈夫か。さあ右のアッパーも見せますマカ。さあっとまた頭も当たりましたが、カーマス左突っ込んでいきました、うん、お互いに右服は当たりません。うまくお互いにパンチをかわしているという感じです。第6ラウンド、ここで前半が終了しました。さあこれから後半に入ります。 OPBF 東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ、チャンピオンフィリピンのジェスマカ、先ほどのラウンドあたりからちょっといいリズムになってきたマカです。そして後半スタミナも心配されます。チャレンジャーの川増節夫です。前半ペースを取ることができませんでした。試合は後半第7ラウンドに入りました。放送席の採点を見ますと大橋さんも沼田さんも全くの互角の前半でした。さあ左、そして細かいパンチだ。川松は今左のジャブ、押してるんですけども左に打たないで、左っていうのは左アッパーですね、はい、それ一つのリズムを作ってですね、はい、右を生かしてもらいたいわけですよね、はい、ちょっと今あのマカのパンチがローブローに入りました。レフェリーがタイムを取りました。大丈夫のようです。どうもこうやってもつれ合う場面もたびたび見られますが、これはやはり噛み合わないという証拠なのか、こう苛立ちの証拠なのか。そうですね、こういうふうになりますとね、はい、カーマスのこのスタミナ消耗しますからね、はい、なるべくこういう揉み合いというのは避けたいですね。おっと、どうしたどうした、今は頭が当たりましたか。まあそうですよね、まあそれでやがって、はい、まあ、背を向けたんですけども、はい、それほど強烈な、ね、バッティングじゃなかったですけどね、はい、そうですね、あとレフェリーも何も言ってませんので、
それと先ほどのラウンドの休憩時間にですね、はい、ちょっとカーマスがちょっと疲れたようなね表情を見せたんで、それが少し心配ですね。そうですか。さあ左から右を持っていこうというチャンピオンのジェスマカ。あー、カーマスも右も持っていきますが、マカがパンチを入れました。まあ、ちょっとね大きいのとその内側からマカの右、はい、アッパーですよね。さあ左のフック、チャンピオンのジェスマカ。カワマスは前には出るんですがパンチが当たりません。左つきます。あの左ついてからですね、はい、左フックでも左アッパー欲しいですね。それからその右をですね有効に使ってもらいたいんですけども、ご覧の右ストレート、中の右ストレートが目を取られました。ちょっと効きましたか。まあ少しね、左から危ないパンチですよね。はい、右ストレート顔面を捉えました。このラウンド、あの右ストレートと右アッパーをね狙い撃ちしてるんですよね。そのパンチ気をつけたいですね。はい、やはり先ほどのラウンドあたりからさあ左の相打ちですが、それとカーマス左目をちょっとね、切りましたね。左目のそうですね、切りました。はい、どうした。あーと右チャンピオンの右です、飛んできました。あ、そうですね、左の目の目尻のあたりでしょうか、血が流れてきました。おっと、マカの右は空を切りました。カワマスは手が出なくなってきました。第7ラウンドです。カワマス本人に作戦を聞いても序盤ペース争いでうまくペースを掴んで中盤あたりに仕留めたいと話しておりましたが、予定が変わってきました。後半に入りました。第7ラウンド終了です。後半に入ってチャンピオンのいい右ストレートでした。ワンツー、ちょっとカーマスも効いた感じもしましたが、まあそうですよね。まあ中盤に入ってからですね、カーマスもちょっと、ね、体力を塞ぎながらちょっと消耗してきたんですね。そうですね、ラウンド間も座るようになりましたカーマスです。さあ、そして先ほどのラウンドにちょっと左目のまぶたのあたりを切りました。大熊さん、はい、左目のまぶた、はい、目尻もあるんですが、1センチぐらい切れてますけれども、そんなにまだ傷は深くありません。ドクターもまだ見てません。そうですね、はい、さあ左から今度はボディです。第8ラウンドに入っています。カワマスちょっと手が出ませんか。まあそうですね、前には左手出ていくんですが、タッチもらえなかったですね。はい、もらうようになってきましたね。ワンツーがね、サバンに当たるようになってきますね。まあ、マーカーのその小さいパンチですね。はい、また右です。はい、ね、まあ、ショートのパンチですけども、はい、今度はそこからね、ミニアッパー狙ってきますからね、はい、気をつけたいですね。さあ、カーマスは久しぶりにボディを見せました。ね、逆にマカは右を持っていきます。右アッパー、左についていく。また右アッパーをカーマスは見せるんですが、ガードの上からパンチは当たりません。ボディです。そして左、マカ、そして右も返しました。まあ、マーカーですけど、そのディフェンスしっかりしますからね、はい、カーマスにとっちゃその倒すには、ちょっとね、難しいと思いやりますから、あとはもう頭の、ね、はい、切り替えで、はい、いわゆる小さなパンチで、まあ、反対でもいいからっていうのは、ね、はい、ボクシーに切り替えていかなきゃいけないですね。はい、カーマスは、あっと右、うまくパンチをかわしての右、あのミニアッパーがね、先ほどからうまいですね、本当に。はい、相手に打ってくるとかね、はい、外してですね、カウンターですよね。こうカーマスの動きがかなり見えているという感じのチャンピオンのジェスマカです。今度あの右アッパーをね警戒しすぎると、この上に右ストレートが飛んできますからね。なるほどね、まあ、あのカーマスにとってやりにくいと思いますね。はい、カーマスは右を思いっきり持っていきましたが、うまく当たりません。さあ左でついていくジェスマカ、追っていく。しかしカーマスも押し返しました。カーマス左、しかし左から右、左とジェスマカは伸ばして追っていきます。そしてボディ、カーマスパンチ当たりません。また右が伸びてきました。チャンピオンの右です。どうしたカーマス、スタミナは大丈夫でしょうか。
ちょっとパンチのスピードもね、はい、このバカの方が勝ってきてますね。そうですね、最初の頃よりパンチのスピードも落ちてきた感じがします。川増哲夫です。川増とにかく中盤あたりでうまくチャンスをつかんで一気に攻めていきたいという話はしていました。スタミナには、おっと連打をもらいました川増です。どうした。第8ラウンド終了です。なんとかなんとか自分のペースに持っていきたい川増。さあこちらは先ほどの第8ラウンドマカの攻撃です。まあ、完全に後半に入ってマカペースという感じですかね。まあ、そうですね、中盤あたりからですね、まあ、マカのそのマイペースというのはね、ボクシングですよね。さあ一方の川増はちょっとドクター、はい、見ますね、はい、左の目尻を中盤に切りました。その様子をドクターが見に来ましたが大丈夫という形ですね。しかしその傷がちょっとこう盛り上がった感じで目も腫れてきましたね。激しいですね。はい、まあ、それだけ中の右をもらっているということになるんですが、このラウンド川増がね、はい、もう思いっきりね、倒された右から打っちゃってね、ペースを変えるしかないんじゃないですかね。なるほど、何かしてペースを変えないとこのままズルズルと行ってしまいそうな雰囲気。一気にペースを変えたい川増。大熊さん、はいはい、今あの目尻なんですが、ドクターの所見ではまだ傷は浅いんで大丈夫ということです、ただちょっとパンチをもらってかなり目が腫れてきてはいますね。なるほど、はい、もうズルズルで勝つっていうのがね、はい、マカ選手のいつもペースですからね、なんとかペース変えてもらいたいですね、はい、前回の試合の時もそうでした。5月9日チャンピオン中村雅彦に勝った時も序盤取って中盤盛り返されたんですが、まあ、結局最後終盤こううまくパンチを当てたという形で判定で逃げ切ったというジェス・マカです。今日は前半戦はほぼ互角の戦い、しかし中盤あたりからチャンピオンのマカのペースになってきました。川増のスピードもなくなってきた感じがします。そのあたりでマカのペースになってきましたが、なんとかペースを変えたい川増。さあまた左がマカ当たります。川増のパンチは当たりません。左から右を持っていこうというマカです。このマカ選手の右をね優位に浴びてこの目が腫れて、はい、で見えにくくなってまた打たれてるとね、ちょっと悪いあれになってますよね。悪いサイクルの方に入ってしまっていますかね、さあ左デスマカの左ジャブ、そしてくっついてのボディです。さあまた先に手を出すのは当てるのはジェスマカ。ジェスマカはこう本当にリズムに乗った感じで左のパンチジャブを出してきます。さあ9ラウンド1分を切りました。まあ、川増がですね、はい、やはりその左ですね、左が出なくなったですよね。そうですね、左が出ないとどうしてもその右ですね、利き腕の右も生きてこないわけですよ、まあ、本来の重いパンチも出せないと。出せないですね、はい、今のも左思いっきり打ったんですが完全にジェスマカに外されています。まあ、左ジャブなんかも今2発打ったんですが、いい打ち方するんですけど、はい、あの後のね、左フック左アッパー、それから右ストレートでも右アッパーのパンチ欲しいわけですけどね、はい、そこまで出ないですよね。ただ川増こう多彩なパンチも持ってますしね、持ってますからね、出させなくジェスマカがしているのか。さあ離れ際左のボディを見せました川増です。さあ第9ラウンドも時間がありません。うまく体を入れ替えてジェスマカが右フックを入れてきました。さあ9ラウンドもここでゴングが鳴りました。このラウンドもペースを変えるまでには至りませんでした。かなり左目が腫れてきました川増哲夫です。残すラウンドは3つになりました。これから第10ラウンドに向かうチャレンジャーの川増哲夫です。とにかくなんとか流れを変えたい。まあ、大橋さんは一気にこう強引にでもいいから攻めていって自分でペースを掴んでほしいという先ほどのラウンドの話もありました。ただ左目切りました。そして腫れもひどくなってきました。あっと入っていくところジェスマカの右です。こうなんとか川増山といいますか自分のペースに一度持ってきたいところですね本当にね。
とにかくプロデビューして5試合目で日本バンタム級のチャンピオンになりました。歴代2位のスピード出世で日本チャンピオンになった川増。日本チャンピオンとしては5回防衛に成功しています。ただその防衛劇、いくつかの困難な山がありました。2度目の防衛戦は相手のグレート金山が死亡するということになりまして大きなショックも受けました。そして4度目の防衛戦の前には自転車で車とぶつかりまして交通事故に遭いました。その後からどうもうまく体が動かなくなってきました。なんとか5度目の防衛戦までは食いつけたんですが、その後1回治療に専念して21ヶ月のブランク。今年の6月に復帰しましたが、どうもまだ本来のカーマスに戻っていないという感じ。今日の序盤からそういう動きでした。ただ年齢も30歳に先々月なって、やはりもう遠回りはできないというところもありました。今年はやらなくちゃと思って戻ってきましたとカーマスは話していましたが、まあ、相手から見てもね、カーマス十分チャンスはありますけどもね、いかんせんやはりその左が出ないですよね。おーっと右ストレート、中の右ストレート、左から右ストレートが当たりました。さあ、カーマス左は出ますがその後が続きません。カーマス、あの左がね当たらないんでどうしてもペース乗れないですね。ですからね、あの左をねとにかく当てることをね、また初心に戻って左を当てることですね。あ、それ、おっと、また今度は右フックでしょうか。振り下ろすようなパンチを持ってきましたジェスマカです。ジェスマカは本当に中盤あたりから自分のペースになってきました。自由自在という形。カーマスのパンチを避けて、うまく避けて相手にパンチを叩き込む、そんな展開です。さあ、また右が入りましたジェスマカ。さあ、カーマスは左目はちょっと見えにくくなってきたのか、かなり腫れています。ちょっとね、右のパンチを避けにくそうにしてますよね、してますね。先ほどからね。さあ、やはり先に手を当てるのはジェスマカです。チャンピオンのマカ、おっと右、ちょっと効きましたね。ヒヤッとする場面ではありますが、なんとかクリンチで逃れました。第10ラウンドは20秒を切りました。このラウンドもチャンピオンジェスマカの攻撃が光っています。左から右、左から右と持っていきます。それが当たります。マカはね、この右服ですね、この腫れて見えないところを横から打ってきますからね。今度は右服も加わりましたか。第10ラウンド終わりました。さあ、残すラウンドは2つになりました。52戦33勝というキャリアは伊達ではありませんでした。チャンピオンのジェスマカ、10ラウンドの攻撃です。左から右、いいパンチも もらってますもんね。はい。さあ、この右フックですね。カーマスの腫れている左目の上にパンチを当てていきますジェスマカ。さあ、カーマス残すラウンドは2つです。もう死に物狂いでいかないと。放送席の採点でもかなりチャンピオンのジェスマカがリードしています。まあ、ですから、カーマス選手は、マーカーよっか先に前に出て手を取らなきゃいけないですね。チャンスを掴んでいかなきゃいけないですね。ただ、このマーカーっていう選手はやりにくいと思いますよ、カーマスにとっちゃ。いや、その、かなりそのカーマスのそのパンチは警戒してますし、そこをうまくですね、カーマスのそのパンチをミスを誘って、いわゆるそのカウンター、ね、右服特に打ってますからね、ちょっとその右アッパーですね、有効に使ってますから、ちょっとカーマスとしては苦しいですよね。大橋さん、この試合をこう振り返ってみると、序盤カーマスがこううまくパンチが当たらなくて焦ったという場面もありましたね。そのあたりからなんかこう リズムが崩れていったような気がするんですが。そうですね、まあ、それがマカ選手の、ね、持ち味なんですけれどもね。なるほど、それがマカのうまさと。そうですね、いうことになってくる。まあ、第1ラウンドは、ね、本当に積極的にカーマス攻めてたんですけどね、あのラウンドに、ね、パンチが思うように当たらなかったので、それで本当にカーマスが低めに乗り切れないって感じですね。はい、マカの連打が入りました。顔面を捉えました、マカ。さあ、左、しかしカーマスのパンチも左一発入っています。おっと、パンチを避けてのマカのフックが顔面を捉えました。さあ、マカはアッパーから右です。いいですね、はい、よくパンチをもらいますね。さあ、左ジャブが当たります、マカ。さあ、カーマスはちょっと攻めていけません。おっと右、
こう入ろうとするともうカウンターでパンチをもらうんでなかなか入っていけないという川増です。どうしてもパンチを下がって、はい、特にそのカウンター狙ったと思いますけども、なかなかやはり当たらないですよね、うん、前に出てですね、やはりそのパンチなり、カウンター打てるんですから、下がっちゃなかなか打てないですからね。川増ですね。さあちょっと頭が当たりました。バッティング、さあまた右ストレートです。川増なんとかなんとか、このラウンドを含めて2ラウンドしかありません。まあ、例のね、カーマスのボクシング見てますと、同じパンチをですね、何発をもう食わないね、ボクサーだったんですけどもね。やはり、辻子の後遺症ブランクもありました。そのあたりで思うように体が動かないのかもしれません。まあ、会長も練習を見ていてもいい時はすごくいいんだけど、悪い時は悪くてこう差がありすぎて心配だという話はしてました。そのあたりで川増もどう体調を整えていくのか、このタイトルマッチに向けてかなり気にしていました。さあ10秒を切りました。第11ラウンド、このラウンドも摩訶のいい攻撃が光っています。川増のパンチはほとんど当たっておりません。11ラウンド終了です。さあチャレンジャーの川増節を残すラウンドはあと1ラウンドになりました。初の東洋太平洋タイトル挑戦でした川増哲夫、序盤にうまくペースを取れませんでした。中盤あたりからちょっとスタミナも切れてきた感じ、目も晴れました。あと残すラウンドは1ラウンド、チャンピオンのジェスン・マカにチャレンジします。両者がグローブを合わせました。さあ12ラウンドが始まりました。川増としてはもう死に物狂いで一発逆転を狙うという形になってくるのか。おっとここでレフェリーがタイムを取りましたね。川増の目をドクターに見せるんでしょうか。かなり腫れて塞がってますね。ただ最後の1ラウンドですね。そうじゃないですね。そうじゃないですか、グローブのテーピングですね。あ、なるほど、ほどけたってことで、あ、なるほど、グローブの締まった紐がちょっと出てきてしまいましたということで、そこにテーピングをしようということでレフェリーがタイムを取りました。まあ、放送席の採点ではありますが、沼津さんも大橋さんもチャンピオンのマカが4ポイントほどリードしています。レフェリージャッジはどう判断しているか分かりませんが、まあ、中盤あたりからマカペースというのは見て取れます。一気に逆転するにはこのラウンドは下がらないで、はい、とにかく前に出てですね、はい、やはりそのがむしゃらに攻撃していかないとチャンスは作れないですよね、うん、そうですよね。もう待ってちゃいけないですよ、はい、マカ選手下がらせないとダメですね、はい、この前に出てくると、マカ選手はこの持ち味出してきますからね、さあ前に出た川増、左を当てました。先ほどはちょっとスイッチする形、左が前も見せましたが、あっとマカのパンチ、これはもつれ合って倒れました。スリップです。さあ川増ゆっくりと立ち上がります。目が大きく腫れてほとんど見えていない状態のようです。さあ最後の12ラウンド、おっと入るところ左、マカの左、いや川増の右も、ね、右もありましたか、はい、当たってますね、はい、さあそしてパワーしました。さあ川増もなんとか本当に一発逆転を狙いたいところ。川増左先ほどいい右当たったんですよね、ちょっと後が続かなかったですね、はい、もったいないですね。まあ、1ラウンドで、ね、はい、おっしゃったんですけど、まあ、川島は、ね、体自体は、ね、はい、決まったんですけども、まあ、スピードもそこそこあったんですけど、いかにそのパンチに切れなかったんですよね。いいです、はい、マカの右顔面を捉えました。そしてパンチが切れるがないということは、はい、体のキレもないということですよね。なるほど、まあ、大橋さんもおっしゃってましたが、あとはブランクがありました。ちょっとしたタイミングがまだ戻ってきていないのかもしれません。さあ OPBF 東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ、チャンピオンのマカにチャレンジしました。川増哲夫、中盤あたりから完全にペースをつかまれてずるずるっと12ラウンドまでやってきました。最終の12ラウンド、一発いいパンチは入りましたが、その後が続きませんでした。さあ左から右先に攻めるのはジェスマカ、まあ、本当にそうですね、川増さんにとっちゃなんだか分かんないってずるずるっと12ラウンドまでね、はい、来たような本当に印象ですよね。そうかもしれませんね、何をしてたんだっていうのはね、うん、あ、右アッパー、
川松の右アッパーです。さあ離れ際を左や離しました。さあ左左寄っていく。しかし中もこの辺りうまくこうパンチを出してきますね。あっと右川松の右です。いいですね。はい、一発逆転を狙ったような右ですが、ちょっとかすった感じでここで試合が終了しました。笑顔を見せたのはチャンピオンのジェス・マカ。自分から川松を抱きかかえるよう、そして両手を上げています。勝利を確信しているかのようです。チャンピオンのジェスマカ、試合は判定にもつれ込みました。放送席の採点では4ポイントから3ポイントチャンピオンのジェスマカがリードしているという採点ですが、レフェリージャッジはどう判断しているんでしょうか。カーマスは第1ラウンド積極的に攻めていって、そこでうまくパンチが当たりませんでした。それがそのまました感じです。やはりチャンピオンのジェスマカコールされました。初防衛に成功しました。そして初めての OPBF チャレンジでした。川松節を破れました。さあ勝ちましたジェスマカには今認定証が渡されようというところではありますが、沼田さん、はい、改めて振り返っていかがでしたでしょうか。まあ、そうですね、まあ、あの川松ですけども、その打つ歯車が、ね、かなりその狂ったということでしょうね、はい、それをうまくですね、マーカーが見てですね、はい、やはりそのショートの右ストレートなり右アッパーを有効に使ったということでしょうね。大橋さん、いかがですか。そうですね、やはり第1ラウンドの攻撃空振りと、うん、左ジャブが当たらなすぎた、はい、これがね、もう敗因の一番の原因ですよね。カーバスは先々月30になりました。まあ、年齢的なこともありますし、この後どんなことにこう期待してということになりますかね。まあ、そうですね、もう一度やるなら、その体を作り直してですね、もう一度その自分のボクシングを見つめ直したがいいような感じますよね。さあ採点表が手元に来ました。117対114、118対112、117対114ということで、3者ともにジェス・マーカーが取っております。3対0という判定でした。一番大きな差で6ポイント差がありましたね、結局ね、まあ、見方によっては違いますからね、まあ、それにしてもうまいしぶといというチャンピオンのジェス・マーカーでした。